それではですね時間となりましたのでただいまからアフターフェクスシネマ 4D で広がる映像の表現セミナーということで株式会社フラ,ッシュフラッシュバックジャパンマクソンジャパンそして株式会社 TMS での主催で行わさせていただきます。 今日のアジェンダの方なんですけれども、まずはですね、Cinema4D のご紹介ということで、Cinema4D の新機能、そして Cinema4D のね、アフター X と Cinema4D の連携についてご紹介させていただきます。続きまして、 アフターエフェクスアフターエフェクスプラグイン、そしてシネマ 4D の活用事例ということで、株式会社ネイキッド様よりこちらのプレゼンテーション、その後、休憩を一旦挟みまして、こちら MMD、シネマ 4D、アフターエフェクスで行う PV 制作ということで、正隆 P 様にですね、音楽 P v のシネマ 4D を使った音楽 PV の制作について、 ご紹介させていただきますそれではですねまずは Cinema4D のです、ね、新機能およびアフターフェクトの連携の紹介についてご紹介させていただきたいと思います私マクソンコンピュータージャパンのサポート担当者宮田と申しますよろしくお願いいたしますそれではちょっと座って失礼させていただきますはい今回ですね 映像制作に使える Cinema4D の R14 の新機能ということとアフターフィクスの Cinema4D の連携やまた、エレメント 3D ですねそちら用のデータの変換についてですねご紹介したいと思います。シネマについてそのものももについてなんでですすけれども今回はですね 製品の紹介というより基本的な紹介ではなくてですねアフターフェクトと一緒に使えばどういったことができるかということにフォーカスしてですねご紹介していきたいと思います特にこのあとのです、ね、セミナーの時にもですねその連携の部分に解説あると思うんですけれどもそれの理解を少しでもですね深めていただけるような形でのご紹介とさせていただきたいと思います。 Cinema4D の方なんですけれども、この R14 という新しいバージョンになりまして、アフターフェクトの連携が強化されております。その中でもです、ね、一つの機能がですね、Cinema4D とアフターフェクの双方向で,です、ね、データのやり取りというのが行えます。まずはですね、新機能として、Cinema4D のファイルですね、こちらを直接、アフターフェク s の方で開ける機能というのがあります。 こちらの方なんですけれども、まあ、Cinema4D のファイルを開けるといってもです、ね、Cinema4D で作った 3D のオブジェクトデータ、これを a f t e r f スに読み込んで,です、ね、3D のものをレンダリングできるという機能ではなくてですね、Cinema4D で作成したアニメーションの 3D 平面であるとか、ライト、カメラ、そういった情報を a f t e r f スに渡すことができます。 でこちらの機能ができると何がいいかというとですねモーションの確認やまた複雑な 3D のアニメーションですねアフターフェクツでカメラを操作したりとか 3D 平面を 3D 上で動かしたりそういったことをですねする場合なかなかアフターフェクツ上ではですねやはりもともとは 2D のソフトですので 3D での動きというのはあの 難しいところがありますただ、Cinema4D はもともと 3D のものですので、3D によるアニメーションというのは比較的簡単でできますので、そういった点で便利です。では、実際にです、ね、その流れをご紹介したいと思います。こちら、あの非常に簡単に作った Cinema4D のアニメーションです。 このように例えば、ですねえまあよくあの CD とコンピレーションア,ブルアルバムとかですねえ例えば、最近ですとあのいろんな CS とかのチャンネルがたくさんあるということでこういったたくさんの画像がですねこうパタパタとひっくり返っていくアニメーションこういったものをまあアフターエフェクトで作ろうと思えば簡単に作,るあの作れるかと思うんですけどまあシ Cinema4D の場合ですねこういったもの非常に今ご覧いただいているアニメーション簡単にできます。例えば こちらの方ですね簡易というものありますけれども、例えば今、これ真ん中から広がってますけれども、これ真ん中だけではなくて、ですねこのようにひら、えー、広がっていく範囲とか、ですねその場所、こういったものをですね Cinema4D の機能を使っていただくと簡単に行えます。 ちょっと、えー、オブジェクトを動かすだけですね、こういった効果が出せるんですけれども、ではこれをですね、After Effects に書き出したら、えー、どういうことができるかというのをご紹介したいと思います。えー、書き出すにあたってはですね、えー、まず設定がいくつか必要になります。えー、まずこういったオブジェクト、えー、今、えー、回転しているオブジェクトですね、こういった、えー、オブジェクト、えー、回転するものに対してですね、 こちら外部コンポジットタグというものを設定する必要があります。まあ、設定の仕方はですねこちらのところから右クリックで Cinema4D タグでこの外部コンポジットというのを選んでいただくと追加できます。設定してていいただいてこちらの方ですね こちら 3D 平面というところにチェックが入っているんですけれどもこれチェックを入れないとですねアフターフィクスの方にはヌるオブジェクトの情報として書き出しがされます 3D 平面にチェックをしていただくとアフターフィクスのいわゆる 3D 平面ですねあちらの方の形で書き出しが可能になります でこのサイズの方なんですけれども今サイズ X と Y がありますけれどもこちらの方のサイズはですね基本的に平面であればオブジェクトのサイズ 200cm×200cm という形に入力していただければそれで大丈夫ですもちろん 3D 平面ですので平面しか持っていけませんですので例えばこちら持っていく場合ですね今のようなこういった板状のものであればそのままで問題ないんですけれども 例えばモニターとかそういったものを書き出すような場合、ですねそれの場合はモニターのスクリーン部分だけに設定するようなイメージになります。でこちらの方を設定しましたらあとは Cinema4D でアニメーションをつけてですね書き出しのアニメーションのフレームレンジを設定したりですとレンダリング設定でフレームレンジを設定したりしてあとはレンダリングする前の状態で設定を行います。 で、そしてですね、書き出しの際なんですけどもそのまま保存してしまうとデフォルト設定ではですね、アフターフェクト側で認識できませんあのアニメーションのデータを持っていくことができませんで重要なのがですね、編集メニューからですね、一般設定を開いていただいて ファイルのところにですね、こちら、汎用用にポリゴンを保存、汎用用にアニメーションを保存というこの2つの項目があります。こちらの方にチェックしていただいて、まあ、保存していただくという方法が1つあります。ただですね、こちら、あのファイルの方にですね、そのアニメーションを内部的にベイクしたものを保存してしまいますので、アニメーションのファイルによってはですね、非常に大きなファイルになってしまいます。Cinema4D、まあ、だけで単体で作成する場合はですね、 こちら非常にですね、あのー、10倍やあの100倍、によっては100倍近いですね、ファイルサイズの大きさが変わってしまうことがあります。で、えー、まあ一応、いちいちですね、まあ、確かにこれにチェックを入れて保存ということもあるんですけれども。 こちらファイルメニューからです、ね、プロジェクト汎用変換用に保存という項目がありますのでこちらの形式で,です、ね、保存していただくと先ほどのオプションをチェックした状態で自動的に保存できますで、まあ、シネマ普通の Cinema4D のファイルとして保存していただきます。 でこの状態で,です、ね、今度は AfterEffects に切り替えます AfterEffects の方では先ほど書き込んだものをこのファイルのメニューからですね普通に開きますこの,の Cinema4D の方にですねこのプラグインが入ってるんですけどこちらの方で Cinema4D 形式が読めるようになりますのでこちらを開いていただくと アフターフェクスのコンポジションとしてですね、えー、設定された状態で開きます、えー、そしてこちら今 3D 平面、えー、たくさんありますけれども今、えー、3D 平面が87ありますけれど、えー、88ですねありますが、えー、こちらの方を再生してみると先ほど作ったシネマ 4D 上で作っていたこのようにパタパタとひっくり返る アニメーションこちらの方がもうそのままですね、シネモ4 d で作ったものと同じタイミングでこのように書き出すことができますで。こういったことができますので、例えばですね、シネモ4 d 側で作業をしていただいてですね、こういったものを読み込んでいただいて、例えばですね、こういった画像、アルバムをたくさんとか、ですね人物の写真とか、そういったものをたくさん貼ってあってですね、で途中で、 ここだけ変えたいとかですねどうしても真ん中のところだけ特定のものに差し替えたいとかそういったことがあると思いますけれどもこういったことをですね Cinema4D 上でまた再レンダリングするのではなくて AfterEffects の方で 3D ヘ面を使ってですねプリコンポーズで変換していただいたもので差し替えていただくとかそういったことができます。 でまたです、ね、タイミングでアフターエフェクスの方でです、ね、別の合成とかです、ね、そういったタイミングだけを 3D のデータを持っていってこちらの方ではまたシネマ 4D 側では別の作業を行ってでタイミングを図って最終的な合成を要は分業などを行うといったようなこともできますでイメージとしてです、ね、データとして持っていけるのはです、ね、設定されたカメラまたライト また 3D 平面、ですねあとレンダリングの設定ですがレンダリングのサイズとかフレームレートとそういったものもコンポジションに設定されて持っていけますのでわざわざコンポジションの方ですねアフターフェクトの方で設定するという必要はありません。 今度はですね、逆にアフターエフェクツのカメラや 3D 平面をシネマ 4D に持っていくということができますで。これの最大のメリットはですね、もちろんあのアフターエフェクツ側で 3D の平面を作ってとっていうのもできるあのあのタイミングを見てそれにエフェクトあのシネマ 4D でエフ,エフェクトをかけたりとか合成をしたりということができるんですけれどもアフターエフェクツの、ね、CS6 からです、ね、カメラトラッカーが標準でつくようになりました。 こちらの方を使っていただいてシネマ 4D 上で実写合成をするといったこともです、ね、可能になりますでは実際にです、ね、カメラトラックの作業を行ってみたいと思います まずアニメーションですね、こううムービーファイルの方を取り込みました。まあ、普通のデジタル一眼のムービーモードで,です、ね、撮影したものです。ちょっとフィルあのレンズが汚れてです、ね、この辺にちょっと,ゴミとかついちゃってるんですけれども、とりあえずこちらの方からです、ね、アニメーションで 3D カメラトラックという機能を使います。そうすると、今、トラッキングを開始してです、ね、計算を行っています。 で、こちらの方ですね、トラッキングの方を行っているんですけれども、トラッキングが終わった後にですね、アフターエフェクトの方で、こちら、ちょっと時間かかってる、今70%ぐらいですね、こちら。 でトラッキングデータができたらです、ね、そこからです、ね、今度は今トラッキングデータができましたね、このような形でトラッキングデータができています。でこのトラッキングデータ、今度は Cinema4D にトラッキングデータを持っていくにあたっては、こちらですね、各このトラックしたデータをコマ選択複数選択していただくと、ですねこのように。 この丸の円状のものが出てきて、板が出てきてですね、これをここで右クリックしていただくと、このように平面とカメラを作成とか、ですね塗るとカメラを作成という項目が出てきます。でこ、こちらの方ですね、この塗るとカメラを作成というのを作っていただくと、ここからですね、このように塗るオブジェクトが設定されて、 このように 3D のカメラのトラッキングデータと一緒に書き出すことができます。でこちら、Cinema4D に持っていけるのはカメラトラッカー、カ,カメラの情報とヌルの情報、また 3D 平面の情報を持っていけますので、まあ、ここでは合成用に平面を使ってです、ね、書き出しを行います。書き出しはです、ね、シネマの からエクスポーター用のプラグインをインストールしていただくと Cinema4D エクスポーターという項目がありますのでこちらの方で書き出しを行いますあとはですね Cinema4D 側で書き出したデータを開きますデータを書き出すとです、ね、今このようにトラ,ックデータがトラッキングのデータが 来てるのが分かりますでこちら今合成がちゃんとうまくいってるかどうかですね分からないので合成用のマテリアルを作ります。マテリアルに先ほど読み込んだムービーファイルを取り込みます。 でこのとき注意が必要なんですけれどもアニメーションのこちらですねもう一度マテリアル設定してこのテクスチャの中身を見てですねこのアニメーションのタブのところでですねフレームレートの設定がありますこちらの方ですねフレームレートの設定なんですけれども少数点以下がですねちょっとうまく取り込めないのでここは手動で設定する必要があります でこのムービー自体ですね、オリジナルのムービー自体はフレーム数が5.94フレームなあの1秒の,あたりが1秒のフレーム数が、ね、5.94のフレーム数になってますので、こちらを手動で入力します、はいで。こちら設定できましたので、あとはですね、こちら背景ですね、背景オブジェクトを置いて、 こちら画像を置いていただくとこのようにムービーが対してですねこの塗るオブジェクトがきちんと持ってきているのが分かります。あとはこれに対してですねムービー合成を行っていきます例えば文字とかですねオブジェクトとか置いていくことになるんですけれども例えば文字で。 文字をこのように持っていきます。まず、えーと、オブジェクトの位置がずれちゃいますので、えーまあ、一番簡単な設定の方法はです、ね、このコン合成のこの塗るオブジェクトですね、こちらの方の子供にしていただいて、 座標をゼロにして回転などもゼロにして持ってきます。あ、ごめんなさい。L、ですね。こちらの。 でこれで、えーまあ、合成を行います。こうすると非常にきちんと、えー、持ってきているのが分かります。でこれをです、ね、さらにこれに対して影をあのこの実写の背景の合成にです、ねえーまあ、影を落としたいという場合はです、ねえー、影用の平面オブジェクトを作成して同じように0にして。 おきますでこちらこの平面に対してですね今度はこのテクスチャーを割り当ててですねこのテクスチャーに対してテクスチャーの投影法を正面にしますでその上でさらにこの平面に対してコンポジットタグですね コンポジットタグでこちら背景に合成という項目がありますのでこちらの方にチェックを入れていただきます。であとはですね,ライ,トですねライトも必要ですのでライトを追加します。 まあここではですね、あまり時間がないので、大雑把にちょっと設定をしますけれども、まあ、光がこちらから落ちてきているので、まあ、左上の方からですね、ライトがえ来るようにして、で、ちょっとえ厚みが足らないので、こちらでいただくと、こんなふうにですね、このオブジェクトの方に、 床のオブジェクトにこの背景の影が合成されているのが分かります。でもちろんちょっと影が濃すぎるなということであれば CineM4D には影の濃度を設定する項目がありますので70%ぐらいにしていただくとこのように影が薄く合成できます。もちろんタイミングが変わったとしても その影も一緒に動きますので、このようにアニメーションが作ることができます。このようにしてですね、シネマフォーディー上で今実写のオブジェクト、今まああのロゴとかを設定しましたけれども、アニメーション他のえっとオブジェクトかですね、椅子とかですね、そういったものを合成することもできます。 実際のサンプルをまあこれは実際にまあ作ったものです。まあ、こんな感じでえ実際の合成とかも行うことができます。例えばですね、物理シミュレーションでこれやってますけれども。 今か、えー、かりますかねこの壁の部分、こちらの部分も、えーまあ、こういった比較的こういうい単純な形状であれば、えー、あらかじめここに壁とかを作っておけばですねこのように物理シミュレーションで、まあ、壁がぶつかるようなシミュレーションも行ってですねアニメーションを作ることができます。 でえー、3つ目、えー、あの,あのアフターフィクスの連携の部分ですね、今度はレンダリングの結果をアフターフィクスのプロジェクトとして書き出すという方法があります。これはどういうことかというと、Cinema4D でレンダリングしたものですね、影とかスペキュラーとか、そういったものを別レイヤーと分けて書き出すことができますので、えー、そこでですね合成や補正などを簡単に行うことができるというのがあります。実際にですね えー、例えば、えー、こちら、こういったモニターがですね、えーまあ、単純で申し訳ないんですけれども、液晶のモニターがです、ね、を、えー、後ろからこうくるくるあの回って映、ね、していくというような 3D アニメーションがあります。でこちらの方ですね、よくあるのがです、ね、この画面だけはですね、後で、えー、はめ込み合成をしたいということがあると思います。 それをですね、シネマ 4D 上でもう一度その画面だけ、もう一度レンダリングしてもいいんですけれども、例えばですね、仕事によってはですね、シネマ 4D を使える方がですね、社内に全員が使えるわけではないとかですね、もしくはプロジェクトによってはですね、シネマ 4D は今、別のものでレンダリングで使っているとかですね、別あの他の、 シーンを制作しているので、シネマ 4D をそれに使いたくないとかって言った時があります。それをアフターエフェクツでもちろん合成すればですね、シネマ 4D のライセンスは使わずに使わないで行うこともできますしまた、シネマ 4D がまだ使えない方、アフターエフェクツができるけれども、シネマ 4D はできない方に仕事を渡すといったこともできます。 でこちらの方なんですけれども、これも先ほどと同じような、えー、シネマ 4D 形式に、えーえー、をアフターフェクトに持っていくというような、同じような形です、ね、このスクリーンに対して、 このののスクリーーンのモニターのとこころですね、これに対して先ほど設定した外部コンポジットですねこちらを設定していただいてまたもう一つですねこちらこのコンポジットタグというのをですねオブジェクトバッファーというのを設定しますこれはオブジェクトバッファー何かというとですねこちらの今 このスクリーンのところに関するこちらの方はですねマスクデータを設定します。Cinema4D でマスクを作るのはですあのレンダリングするときにですねマスクを自由に作ることができますオブジェクト単位で作ることができますので 例えば、オブジェクトによって例えばこの今、ここスクリーンだけですけれどもこのモニターの枠の部分の色を後でこの部分だけ色補正したいとかですねそういった場合もマスク取りとかそういったことができます。でこういった設定をしていただいてですねレンダリングのところでですねマルチパスのレンダリングで まあレイヤーで画像を分けたりですとかまたレイヤーの方でですね影とか共鳴反射映り込みですねこういったものをチャンネル分けして書き出したりオブジェクトバッファーを設定して最終的にこのコンポジットのプロジェクトファイルというところでアフターエフェクス形式で 3D データを含む要はカメラ情報とかですね オブジェクトの動き、3D の平面の情報、ライトの情報、そういったものを書き出すことができます。で、最終的にはレンダリングを行っていただくと、今度はアフターフ t s 用のプロジェクトファイルを書き出します。で、アフターフ c t s のプロジェクトファイルを書き出しますので、ここではです、ね、ちょっとレンダリングする時間はありませんので、レンダリングしたものを用意しています。 で 3D トラックという名前で、えーっと、ちょっとムービーが。あっ、ごめんなさい、これじゃない。はい、えー、こちらのほうが、えー、レンダリングしたものを再生してみます。 再生してみると、ですねここに平面スクリーンの 3D 平面がこのモニター上についているのがわかるかと思います。もちろんこれでですねあとはプリコンポーズして合成するんですけれども、ただ今、よく見てみるとですね後ろ、こう背景から見たところ 後ろから見たところからも見えているし、こちら、この正面からでもです、ね、これ隠してみると、このモニターのここ角が丸まっているんですけれども、3D 平面は角の丸みがありません。でこれを解消するのはです、ね、先ほどのオブジェクトバッファーを使って解消します。こちら、オブジェクトバッファーのレイヤーをです、ね、こう上に載せていただくと。 オブジェクトバッファーのムービーですね。再生してみると、オブジェクトバッファーはこちら先ほど表面に見えているところだけですね。このようにマスクが表示されます。で、このマスクを使ってですね、こちらに置いていただいて、で、こちら 3D 平面に対してルミナンスキーマットで切り抜きます。 そうするとこのように再生していただくとマスクが切り抜かれます。あとはですねこれに対してプリコンポーズで合成していただくとはめ込み合成だけができるようになりますのであとはシネマ 4D でわざわざ戻ることなくてですね差し替えということが行うことができます。 例えばですね今言ったようなものからですね例えば非常に複雑に作った 3DC の街中の 3D シーンで例えばビルボードだけをこのように差し替えたりとかですねそういったような使い方とかが行われます。 また、新機能とですね、シネマホールでモーションカメラという機能があります。モーションカメラの方なんですけれども、カメラマンの動きをシミュレートする機能です。このカメラマンの動き、どういったことかというとですね、ちょっと実際にシーンを見てみましょう。モーションカメラ、こちらモーションカメラっていうのを作るとですね、この、えっと、 線でできた人みたいなのがカメラをあのビデオカメラを抱えているようなものができます。でこちらの方ですねこのようにあの実は手ブレとかですねこうカメラが動いて手ブレとかですねアニメーションさせた場合はその例えば足足がこう あの動くときによってその、えー、足の動きとかそういったものをカメラに伝えることができますですので、ね、どうしても 3D で作成するとなん、えー、の,の,の手ぶれとかそういったもののない動きになってしまうんですけれどもこちらモーションカメラを使っていただくと少し、えー、リアルなカメラの動きというのが行うことができます今こちら建物の中をこう歩いてるんですけれどもこのように足の動きに合わせて、えー こう少し揺れているこういったアニメーションも簡単に作ることができますでそしてもう一つカメラ毛布という機能ですねカメラ毛布はですね複数のカメラを滑らかに切り替えることができます、まあ、これはプロダクト系の映像とかにおすすめなんですけれどもこちらですね こちら、えー、っとちょっと時間が過ぎちゃっていますので、えー、カメラ、えー、複数あるカメラですね、こちらの方を切り替えながらアニメーションさせることができます。でえー、例えばここういった、まあ、特定のところからです、ね、アニメーション、えー カメラの位置,かカメラ位置を、えー、フィックスしておいて後からそれのモーションをかけるといったようなことができます。でえー、まず最後にですね、えー、こちら、えーっとでえー、っとエレメント 3D の書き出しの、えー、注意点、こちらの方、えー、だけやってて最後にです、ね、ちょっと、えー、終わりたいと思いますけれども、エレメント 3D、えー、こちらの Cinema4D のファイルを直接読み込めるんですけれども、えー、注意点が必要です。えー、っとシェーダーダとかですねマテリアル、えー をそののままま読み込めませんのでテクスチャーのデータとして書き出してそれをエレメント3で設定する必要がありますただシェーダーは対応してませんのでシェーダーを書き出す際にはです、ね、シェーダーをベイクしていただく必要がありますでベイクの方なんですけれどもこちら一番簡単な方法がです、ね、こういったオブジェクトシェーダーがあるオブジェクトがあればです、ね、このオブジェクトメニューのところからです、ね、オブジェクトを調整というのを選んでいただいてあとはこちらの方でオブジェクトを置き換えというのをやっていただいて 調整というのをやっていただくとテクスチャシェーダーとかもですね全部テクスチャあの画像ファイルとしてですね書き出して設定再設定してくれますのでこれを使ってあとはですね保存の時に先ほどのあったこのプロジェクト汎用変換に保存という形でですね書き出していただければ。 エレメント 3D で簡単に読み込めるようになりますのでこういう形で使っていただければと思います。で以上でですねちょっと書き足だったんですけれども CineM4D のですねの新機能のご紹介とさせていただきます。